よっちゃん、はい、今日は何すんの今日はですね、ちょっとジンとこんな作品読みたいな、っていうかこんな空気感で過ごしたいなっていう作品をオリジナルで書いてきまして、ちょっとそれを2人で朗読させていただいて、ほんでその後ちょっとどうだったって言ってお話しして感想戦して、はい、それで終わろうかなと思ってます。最高じゃないかすごいね、気持ちいいね。じゃあそれでは、はい、一色劇場ただいまより開演いたします。始まります。あ、そうそうそう、わかるのにな。演技でもない。作一色陽平。あれ、もう始まってる感じ？始まってるよ。こんなぬるっと始まるもんなの？だって書いてあるセリフ読んでるでしょ。うん、読んでる。じゃあ始まってるよ。そっか、始まってんのか。そうなんだよ、読み始めたら始まっちゃうんだよ。ここに書いてあること以外は喋っちゃダメなの？今はやめておこう。アドリブ禁止？アドリブはね、今は似合わない気がする、アドリブってラテン語らしいよ。そうなの？なんだっけ、ラテン語の確か音楽用語だっけかな。で、アドリビトゥムっていうのがあって、好きなように演奏するって意味なんだって。って、ヨウちゃん知ってるでしょ？なんで知ってるって知ってるの？だってこれ書いたのようちゃんじゃん。これって今俺が喋ってる言葉。そういう人も事前にこの台本を読んできてるわけだから、いろいろ知ってるわけでしょ。いろいろって例えば、そうね、僕らが最後どんな会話の終わり方をするかとか。そうね、知ってるね。なんかさ、未来がどうなるか知ってているのってこう、どうなんだろうね。っていうと？なんていうかさ、こう多分演じるってことがそもそもそうじゃんか。そうね、何を喋って次に何が起きてっていうのは全部本に書いてあるし決まってるからね。で、今もそうじゃんか、うん、なんていうか、こうどういればいいんだろうね。さも知らない体でいるのが気恥ずかしい？あ、いやいや、でもちょっとそれもあるかも。なんかさ、普通に生きてたらみんな自分が数秒後にどうなるかとか何を口にしてるかとかわからないわけじゃんか。極論数秒後に事故って死んじゃうかもしれないじゃんか。でもそれを知らないし、知らないのが普通だし、その知らないのが普通っていう状態をさ、普通に生きてたらみんなナチュラルにできちゃうわけじゃん、役者じゃなくても。これ大丈夫？今俺うまく話せてる？話せてるよ、いい調子だよ。でも役者ってなるとさ、演じるってなるとさ、未来どうなるか知ってても、かつ何度演じようとも新鮮にいるってっていうスキルを求められるわけじゃない？しかも役柄があった上でね。そうそう、ん？これは今役柄なの？ん？ジンは今役柄？どういうこと？ジンは今ジン。ああ、ジンじゃないよ。ジンじゃない。ジンじゃない。では私は今何？俺が思う人。喋りやすい今？安いとも安くないとも言える。できればどうなりたい？自由ではいたい。じゃあアドリブにする？いや、でもアドリブがいい自由であるかわからない、特に今は。
でここに書いてある言葉ことの中で自由になりたい、りょうちゃんと。いいね、キュンとしちゃうね。例えばさ、うん、ちょっと握手しようよ。いいよ、200円な。安いのか分かんないけど、ジンは今さ手を差し出すってトガキがあったから手を差し出したわけじゃんか、うん、従ってやったよ。でもさ、この手をどう握るかは俺たちに委ねられてるわけじゃん、うん、この手をどう握ろうとか、どんな強さで握ろうとか、握って何を感じるのかとか、相手のその日の体温とか、そういうのはさ、実際これを一緒に演じる当日の俺たちにしか分かんないことじゃん、うん、それはさ、握手をするって決め事がある中での俺らに与えられた一つの自由じゃない。うん、それは分かるんだけど。あ、はい。あ、ごめんいや、それは分かるんだけど、いや、今これ握らなかったらどうなるんだろうなってふと思ってさ。おお。もしもここで握るに至らないっていうなら、まあ握らないっていう台本に書き換えるけど、でも今とりあえずこの台本でやってるから握ってみたら、別に気持ち悪くないでしょ。うん、それはそうなんだが、でもこんだけ時間を置いちゃうとなんか気持ち悪いね。やめとこっか。ごめんね。いやっていう、結局握らないっていう流れもようちゃんが書いたことじゃんか。うん、なんで握らなかったの。俺握ることできたよ多分。一人で書くもんね、脚本って。脳みそ一個よ。所詮ね。俺が今さ喋ってる言葉はさ、ようちゃんの脳みそ一個から生まれたものやん。うん。でもさ今二個やん。あ、うん。もうそれだけでいいんじゃないかな。今は一個じゃないです。なのでその気持ちだけでここにいてみましょう。そうね、それが一番かもね。多分それがもう全部にとって大事じゃない。新鮮でいることにとってもだし、自由でいることにとってもだし、なんならもう役者以外のことにとってももう全部。うん。なのになんかそれすぐ忘れちゃうじゃんか、簡単に。大事なのはこっちじゃなくてこっちやん、ようちゃんやん。それをね忘れたくないなぁと思うのであった自分は。本当そうだよね、うん、やっぱり人じゃないね、俺が思う人だね。それね、なんか少し分かった気がする。大学生の時さ、うん、初めて台本らしい台本もらった時にもう嬉しくてさ、稽古場の外にベンチがあったんだけど、うん、そこに座って台本を覚えてたのね、うんうん、したら春一番みたいな風がバーって吹いてさ、台本がビャーってもうすっ飛んでったわけよ、うん、それやろうぜ、うん、それやろうぜ。一人で脚本書いて頭おかしくなった。そうじゃなくて、今からさ、うん、ここに台本を置いて10秒数える、うん、で風に飛ばされなかったら、うん、俺らは最後まで会話ができる、うん、飛ばされたらおしまい、無言、もう何も喋る言葉がないから。
我ら役者の運試しと行きやしょうや。で、後で拾いに行こうね。飛ばされたでしょ。それはもちろんだよ。でもいいね、なんか脚本飛び出せるかもって感じがする。飛び出ようぜ飛び出ようぜ、もうその名の通り風任せよ。二人は台本を床へと置き、運試しの準備に入った。指はまだ乗せたまま、せーので話すことになっているのだ。せーの。まだ喋っててもいいみたいね。そういうことだね。でも俺のセリフあと1個だ。何？もっと話したかったなって書いてある。また今度ねって書いてある。もしかしたらロックかかっちゃってるかもしれない。ありがとうございます。 OK、 じゃあ撮っていきますか。じゃあ撮っていきますか。撮っていきます。あ、それ音合わせもう終わったんよ。音合わせわかんないけど、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。終わりましたね。終わっちゃったね。なんか寂しいね。なんかずっとずっとできるやつ。でもあなたあれじゃない、昨日の夜からこっちに来てくれてるじゃない、うん、まあ、ようこそ鎌倉へなんですけど。ありがとうございます。お邪魔しますね。どうですか鎌倉。でもなんか一泊したのが良かったね。ああ、できてよかった。なんかあれだよね、トーク収録するよってなってるけどさ、うん、結構面白い話ほぼうちでしちゃったよね、 なんかね。今回の本編に関することはそうかもね。昨日いろいろこういうことを思いながら書いたんだってようちゃんがね、うん、話してくれたりとかあったから、うんうん、あれでしょ、もともと別の作品探したりもしてくれてたって。そうだね、もともとなんか、まあ、それこそ最初に村井亮太さんがいらしてくださってここに、うん、で次に田村めいみちゃんがいらしてくださって、うん、でその、まあ、著作権が切れてるものじゃないきゃいけないっていう制約は絶対にあるんだけど、うん、その中で、まあ、いわゆる文豪の方々であったりとかが書いてくださったものっていう中から、うん、人と何を読みたいのかなっていうのも片っ端から結構見てて、うん、でそれこそ僕らが出会ったのはやっぱり刀剣乱舞、うん、遺伝おぼろの志士たちだから共通点として、まあ、龍馬っていうものがあって、最初龍馬の手紙を読もうとしたんだよね。龍馬がお姉さんに実際に宛てた手紙とか、まあ、刀鍛冶の人に宛てた手紙とか、いろいろ読むと楽しいんだけど、やっぱり手紙は手紙ほど前後がないと意味がわからないものはないし、あと抜粋するのが作品よりもすごい失礼に感じるっていうか、ここカットしてここだけ面白いここだけ抽出するみたいな、いやそれはカットできんわと思ってやめて、うんうんうん、確かにね、脚本とかじゃない分ね、よりその人の思いが丸々残っているものだし、なんか作品だったらさ、カットしたのが逆に良かったりとか、ちょっと新しい面白みに変わったりとかさ、うん、あるけどさ、手紙はそうじゃないから、うん、やっぱりそれはできなくて、うんうん、これは違うってなって、最後の最後まで粘ったんだけどね、うん、違うって思ってやめて、で心のどこかで正直そのあなたにオファーさせていただく段階でもう、うん、書いた方がベストかもしれないっていうのはどこかにあって、で書き始めたら2日でバーって書き、2日で書いたんだ。それもまあかかってる方なのかかかってない方なのかよく分かんないけど、6ページを2日っていうのはね、うんうん、でもそうなんだよね。そしたらやっぱり自分の中にいるジンっていうのがすごいたくさん喋ってくれて、だから逆に頭の中のジンが喋らなくなったら書くのをやめて。ああ、それね、昨日話してて、そうそうそう、面白かったなと思った。ある段階からやっぱり煮詰まり出すとただ俺が喋ってるだけになるんだよね。はあ、うん、俺にとってジンってこう、うんうん、があって、うん、もうそれは正直さ、ジンにそれは違うよって言われてもそれは覆せないもんじゃん。もう俺の中、うんうん、だってそれは俺の中の正解だもんみたいなのがあって、うんうん、だからまあ話が重複するけど頭の中で
ジンが、僕の中のジンが喋らなくなった時点でその日は書くのやめって言ったら、その瞬間はやめて。なんか今回難しいなって思ったことの一つがそこだったりした、うんうん、そのようちゃんが思うジンっていう、うんうん、まあ、役を書いてくれたじゃんか、うんうん、今回、うん、で普段ジンと電話してて俺こう感じることがあって、だからこのセリフをこう書いたんだよねとか、うん、だからこういうニュアンスにしてみたんだよねって言ってるのを、うん、ようちゃんから言われて俺も初めて知るみたいなそれはどういう体験なんだろう、不思議だった。だから、うん、だから今回セリフにもあったけどさ、普段ってさあんまり考えて言葉発してないというか、つまり今の状態でね、あ、そう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 、指差し、うんうんうん、この無意識にいろいろ言葉を発してどう思われてるんだろうとか、これ言ったらどう思うかなとかあんま考えずに、そうだね、結構ポン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 って思考のままにね、うんうん、だ普段の電話もそうだったりする、そうだね、そうだね、みたいなことが日常の中、それを脚本っていう形で決まったセリフいわゆるになった時に、うん、うわ、なんかこそばゆいなっていうか、それがまさにもう今回の作品の2ページ目3ページ目にあったことだよね。なんかその普段生きてたらもうあっちにいるみんなが普通にできることがなぜ台本になってこんなナチュラルな普通のセリフなのに言えなくなるんだろうっていう僕らの永遠の課題、悩み、すごいなんか邪念もあったしなんかそうなんだよな、うん、今回もだから皆さんが見てくださったのは多分最後のテイクの気がする、多分ね、うん、うん、なんだけど何テイクぐらい撮ったかね、 4,5 テイクぐらいやったかね、そうだね、つるっとね、やってって、うん、その中でもだからでも1テイク目からでもなんか力は抜けてたよね、お互いね、だと思う、ね、なんか今までで一番、うん、この言い方が合ってるか分かんないけど、画面の先のお客さんにこういうことを届けたいっていう意図がないままやってた、うん、分かる分かる、なんかだからようちゃんがさ最後のテイク終わった時に、うん、一番良かった、もういただきましたって言ってたじゃんか、うん、その感覚も俺は分かんなかった言ってたね、ジンはどれでもいいよみたいな、良かったとかでも今回のそもそものテーマがようちゃんが思うジンとようちゃんの会話っていうのもあったから、なんかようちゃんが良かったって思ってくれたのが何よりだったって感じ、あーなるほどね、うん、あーなるほど、よし俺が今のテイクめっちゃ良かったっていう感じよりも、ようちゃんが終わった時にあ今超良かった本当ありがとうって言ってくれたのが、なんか今回のゴール全てだったなって感じ、なるほどね、うん、あとはあれだよね、こう実際風吹くかどうかも最後のテイクがちょっと一番ドキドキしなかった5テイク目ぐらい、5テイクぐらいやってさ一番最後のテイクが実はちゃんと風吹いてたよね、何がって途中で1枚飛んでたあいつフライングあいつフライングしたよね俺の1枚、あーどうしようかなそういう偶然の拾い方一つもさ、うん、力の入った偶然の拾い方とさ、ただ力が抜けてリラックスして偶然を拾える力ってない、うーん、何が言いたいかっていうと、その落ちたやんか、うん、髪がパッて落ちた時にさ、でも画面の向こうにはいろんな人が見てるわけやん、それをさ面白いこととして伝えようとしちゃう自分がいいのか、あいやそんな面白いとかどうでもよくて、ただ落ちたねってことを2人で共有してそのままの空気を取ってもらうっていうのを、うんうん、僕は今回後者だったと思うので、俺も後者だと思う、ね、で後者の方がいいなって思ってるんでね、うん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 、でもなぜか前者に行っちゃう時もあるよねみたいな、あ役者ってそういうとこあるよね、ある浅ましい、うん、最近ね、うん、この何ヶ月かで、うん、その芝居をしようとしてる自分の状態ってどうなんだろうって思ってたりすることがあって、うんうん、まあ役者だからさどうしてもさ芝居をしますっていうスイッチがあったりする時もあるじゃん、うん、ある時とあるようでない時もあるじゃん、うん、なんかすごい力抜けて、うん、あれもうやろうとしてない、うん、ゾーンっていうのか、うん、俺今うまく話せてる、あ本当大丈夫だよ、いい調子だよなんか
いろいろ最近芝居って何なんだろうって改めて思ってたりもしてて、それもう本当一生一生改めて思うよね。それね、わかるよ、わかる、うん、それでとか、うん、思ってた段階、思ってた時だったから、うん、なんかちょうど今回本当もう言ってしまえばこの今のこの感じを作品にしてもらってるような、うん、ところじゃない、うん、理想の形が、ね、はいはい、そうです。だからなんか意図的に力を抜いてその場でようちゃんとの会話を楽しむことに挑戦できた機会だった。なかなかそれってさ、挑戦できないんだよ、挑戦できる場がないんだよね。なんか作品のテイストがすごく劇的だったりするとさ、うんうん、どうしても、ね、日常よりもクッと思いっきり力入れなきゃいけないところっていうのはたくさんあるしさ、うん、言っても人と人との会話じゃんっていう、どの作品でもね、うん、っていうところに立ち返れる機会って、うん、結構ね、そう自分で企画しといてなんだけどね、ちょっと自分の中ではメンテナンスみたいになってるもんね、うん、なんか不定期にやりたい感じそうなんだよね、わかるよ。別に収めてほしいとかじゃなく、あ、そう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 、会話の練習みたいな、そう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 、うん、感覚わかるわかる、すごい、うん、タイトルも変わったもんね、最初は ね不器用な友達だったんだよね。そう、言ってよかった。だこれは一番最初に浮かんだタイトル で、うん、で最初読んでくとこうジンのことが不器用って書いてあるのかなって見える本なんだけど、うん、どんどん最後の方に行くと実はまあ僕の方もそうで、うんうん、まあ、お互いが不器用でみたいなところでドストレートにつけて、うんうん、あ、ようちゃんだからつけられるタイトルだなと思ってなんだけど、まあでもやっぱりせっかくあなたに鎌倉まで来てもらって、うん、まあ、その表現として一つ何か紹介しようってなった時に、うん、もう少し正直作品としてキャッチーな名前にしたいっていう欲心もあった、うんうん、っていう中で2番目に浮かんでた候補で、それが演技でもないっていう、うん、演でもこれも実はしっくりきてて、うん、演技でもない、何なんだろう今2人は、うん、何で会話してるんだろう、うん、演技ではない、でもリアルでもない、どこかすごく半透明なところで会話をしてる、うん、っていう、なんかちょっと俳優のエクササイズの見える本でもあって、見るの楽しみだなって感じ。そうなんだよね、今日の自分はどう映ったんだろうって。村井亮太さんとか田村めいみちゃんとやった時は結構カメラ動かしたりとか、うんうん、その僕が手持ちでやって二人が演技するみたいなこともあったんだけど、今回どうしてもそれが浮かばなくて、一番最初に浮かんだ絵が二人のバックショット、とにかくバックショット、顔があんま見えない、うんうん、でまあジンのファンの方とかには申し訳ないけれども、そのでも僕は顔があんまり見えない方が今回好きって思って、むしろどんな顔してんだろう今っていうのが、このワイヤレスマイクで声だけでその表情を感じてもらうっていう方が今回は好きだって、ぴったりだなと思った。そうだよね、うん、その撮り方にしようと思うって聞いた時に、あ、うん、むしろそれがいいと思うって思った。そうなんだよね、で 動くカメラがいると3人目がいるような気がしちゃうんだよね、あ、うんうん、違うんだよね、2人が話してるところをどうぞ覗いててくだされば、そう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 、置いてあるからみたいなのが良かったんだよね、うん、最後の展開も実は2通りあるんだよね。あ、そうだね今回はその台本が風に飛ばされなかったですけど、うん、風に飛ばされた場合のエンディングもあるんだよね、うん、ちょっと風に飛ばされた場合のエンディングのとがきだけ読んでくれ。風に飛ばされてしまった場合のエンディング、はい、無言。風に飛ばされた台本を見合うのか、お互いを見合うのか、笑い合うのか、反射的に台本を追いかけてしまうのか、わからないが喋る言葉はもうない、おしまい、はいこれもね結構好きだったんだよね、実際どうなっちゃうんだろうってドキドキしながら書いたけど、ゆうちゃんがその前に言ってた通りだよね、飛ばされたらどうすんのって、おしまい、無言でもう喋ることないから、うん、そう、喋る言葉がない、そうっていうのを、じゃあ実際飛んだ時にどうなるんだろうっていう選択は役者に委ねられてたりするんだよみたいなことなのかな。そう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 、最初は飛ばされて無言だけしか書いてなかったね、うん、だけどそれを決めつけるのは俺の仕事じゃないってことね、書きながらね、演技でもないっていうタイトルである以上、風に飛ばされた台本をどう処理するのか、どう反応するのかは当日の傭兵と陣にしかわからないし、うんうんうん、彼らに任せるべきだろうって思って、うんうん、こういう、ただわからないけど喋る言葉はもう二人にはない、うんうんうん、
笑い合ったりなんかわーとかみたいな簡単詞を言うのは別にいいんだけど、うんうん、明確な言葉はないっていうのにしたかったんだよね、うん、ね、どうなってたんだろうね前編のトークはこんな感じですかね。終わる？まあ後編のトークもちょっとジンに協力して収録させていただいて、そちらの方はもうテーマ決まずに好きなことを喋りましょう、うん、ちょっと、うん、ラフにお付き合いいただければと思います。最後よろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ前編の動画はこれにて、どうもありがとうございました。お付き合いいただいてありがとうございます。またまた。ルーちゃん、ルーちゃん、ホタル、うわー、本当だ、7時半だ。あれ、そう、見える？見える見える。見る人が力むっていうのはマイナスじゃんって思ったね。なんか夏休みできた感じ後から俺のシャボン玉も弾けられるんだけど、ジンは先にシャボン玉を弾けることができる人なので。りょうちゃんそうだね。そう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 、俺はね先にそっち行けないんで。相手のことは分かるのにな